じゃあ用意してください。1カバー2 5セコンズね。はい、行きます。よーい、スタート。はい、ここは4000プラス金子が2000メートル、4000プラス1000メートルが稲田と工藤選手。4000を余裕を持って3分前後で行って、次の2000プラスまたは1000メートルを上げる練習になります。各地の調整メニューになります。そして24日の夜に帰ってきたばかりのケニアから帰ってきたばかりのアレックスとキマニは、日本の地でとりあえず慣れのための5000メートル1本を目安は2分45秒ペースで行います。そして市川選手は3-2-1を2分50秒ペース、55秒ペースですね。最初の線だけちょっと早めに入るということで行ってます。体調は問題ないでしょ。杉本、体調は全く問題ない。はい、疲労がこの間ポイントできちゃったくらい。はい、はい、いいペースだ。はい、ナイスペース。はい、ぴったし。最初の線が予定より遅かったので決まりが前に出てます。はい、今日は長谷部君も来てます。一般部員ですが今年に入って14分17秒で走ってます。自己ベスト更新しているランナーです。はい、木田選手ペース走を自分のペースでやります。軸離れからの復帰練習です。駅でのスタート時間に合わせた練習になっています。ケニア人2人。はい、市川選手は最初だけ2分50ギリぐらいで入って、あとは2分55秒ペースということで予定通り進んでます。
いぴったし。はい、単独走のペースを刻む練習になります。本格的な最終調整メニューに入ってます。はい、このペースは相当余裕持っていけるようにね。はい、決まり、ナイスペース。はい、ストロング、はい、アレックスファイト。はい、よ、はい、決まり、ナイスフォームね、ナイスフォーム。21。ハップ27。ハップ40秒。はい。あ、わかりました。はい、ごめんね。リカバリー400でつなぐ市川選手です。
はい、ナイスペースね。はい、あと1周ね。はい、ナイスペース。余裕持って終わるよ。はい、決まり。ラスト 1000! 11点はい、ラストインポータント、ラストインポータント。はい、2000メートルをやってる市川選手です。3-2-1です、彼は。もうペース上がってます。はい、ナイスペース。はい、ナイスね。はい、ここから400ジョッキでつなぎます。はい、決まり、ラスト600。はい、ナイス。はい、決まり、ラスト。アレンカップ。はい、決まり。アレックス、ラスト、ラスト大切、ラストインポータント。はい、決まり、 OK ね。ラストインポータント。はい、13分25。あ、アレックス、ラスト。アレックス、ラスト。358、ナイスペース。アレックスが14分10ぐらいかな。ナイス。
工藤と稲田が 1000m、 金子は 2000m やってます。金子は 2000m です。前の2人が 1000m です。ずいぶん上がってますね。39。はい、金子2分48。大丈夫？はい。あと2回、3分19秒さまざまなライを持って自由自在にペースを動かしてます、金子選手。今回の東日本実業団駅伝では本人、区間賞を目指すと豪語しておりますので本当に期待したいところです。上げたウェーブ走やってますね。はい、あと2回。あれウェーブ走にしてた72と64繰り返してなった76の72に行きました、76の72違う66 全く女子が抜けてないんだよ
いや、ハセビアもいたね。ハセビアがやるって言いますけど、うん、今日女子の200引っ張れるな。あ、女子の400な。え、これ風吹いてんの？あ、そうなんだ。お疲れさん。